うわ、これだよ。わらえ、年内最後の増刊号、最後、いい締めくくりで終われるように盛り合っていきましょう。イエーイ、メリークリスマス。メリークリスマス。これ何を、何だこれ、これはチキン。チキン、乾杯。チキン乾杯。いやいやいや、え、もうこれ食べていいですか。うん、まだこれ言うのなんですか。ねえ、じゃあゆうさん食ったよ、食ったよ、じゃあいけや。なるほど、うん、それゆうさんが最近バクチバクチしてるという、その前にこちらの紹介もしてくださいよ。じゃじゃん、あ、ピンクソード、やばい、うん、クリスマスケーキです。メリークリスマス。これ誰の、これ誰の、これ誰の、もらった人手挙げて。はい、はい、ゆうさんの。はい、ちなみにこれ買ったの誰だ。モグモグしてんじゃねえよ、モグモグしてんじゃねえよ。何食い張ってんだよ。ちなみにこれいくらしたんですか。2000円弱。絶対してへんよ。絶対あげてきてへん。ジャッキーちゃん購入したわこれ。皆さんこれの値段知ってる方いますか。これいくらですか。1580円。めっちゃシャゴ入するっすやん。記者購入の本当はね、もっと大きいやつでみんなでみたいな話したのに、ケチるから。じゃいけんしよう、とりあえず最後ぐらい。これ1個170円やから。オッケー、分かった。じゃいけんしよう。170円かける6。え、もうクリスマスやからパーティーしたいなと思って。パーティーしよう、パーティーだから。パーティーパーティーで、170先だからな。6は上司おったからな。やっべ、6個しか買ってんやつって。それがまあうまいです。ちなみにあの料金1020円。これ、今回ですね、はい、丸×クイズやるわけなんですけども、はい、これにかけてるっていうのはよくないですか。あ、それでもいいよ。あ、いいよ別に。どうする。まるちゃんの食べる図が似合いすぎてる。まあ、おかげで後ろでもぐもぐ食ってるね。まるちゃんは食べながらやっていいよ。汚ね、ボロボロ。いやいや、絶対無理だよ。絶対嫌、絶対嫌。絶対嫌。一番こぼすのに後ろで誰か、絶対嫌や。というわけで今回はじゃん、丸×クイズ。クリスマス編。はい、クリスマス雑魚はチキンがかかってるのね。チキンがかかってますからね。はい、とりあえずケーキ食べていい。あ、まずじゃあちょっとご賞味ください。いただきます。話してるうちにご賞味ください。枝ケーキを今日買って帰ろう。あ、そうそう、置こうか、とりあえず置こうか。ただ置こうか。飯尾さん、飯尾さん、もう何言ってんの。飯尾さん、行くっすよ絶対。いや、ダメですよ、ダメですよ。じゃあ平和に行きましょう、平和に。してや、答え出てください。あ、いいね。こういう俺な、コンビニのケーキ嫌いじゃないね。これパサパサ感。いい、美味しいですよ。美味しいですよね。わかります。いや、うまそう。うわ、いいな。普通にいいな。うまい。言いながら横でチキンをむさぶろう。この回もたまにはあるやな。うまっ。あれや、あれ。うめえな。あ、後でゆっくり食べよう、みんなで。うん。俺ちょっと取ったら進まんや。そうやで。メリークリスマス。もみの毛ですか。いやいやいや、なんかクリスマス感が出ましたね。よし、では早速。はい、あ、忘れてた、今日コーラ欲しいな。コーラ欲しい。コーラ欲しい。やべ、1020円とコーラにしよう。あ、おまずね。あ、コーラ買ってきたわ。この場でコーラを買いに行かせる。あ、ちっちゃいコーラでいいからな。じゃあ、ゲームを早めに切り上げてコーラを直行で行かせる。はい、そうしよう。 OK、 そうしよう。分かった、コーラ直で行きます。それじゃあ、進めていきますね。はい、クリスマス編第1問。はい、クリスマスはキリストの誕生日である。マルカバツカ。それでいいの。おんばんは。はい、おんばんはでございます。待って、みんながかじってる間の俺も食ったんや。かじってる、みんながかじってる間に買ったんや。待ってな、これはやばいな。どうなんですか。いや、俺も分からんこと言った。キリスト教の俺としては、キリスト教なんですか。やばいな、これ初耳ですけど。いや、俺分からん。これ間違えたら殺されるな。な、どっちやったかな、やな。俺でも今日ラジオで変な小耳に挟んだからさ。あれ、お、実はあれちゃうみたいな。そうそうそう。お、え、皆さんでも生誕祭やもんな。うん、一応は。なるほどね。行こうよ。では回答のお願いします。丸、ドン。おっ、ペケンちゃん来た。いや、だってさ、みんな丸、飯尾さんだけ×。生き返った日かなと思って。×かな。正解は×です。あれ、なんとですね、まあそういう諸説
説出てるんですが、そうよな、正確には分かっておらず、やっぱりそのキリスト の, あの諸説 書, あの書籍に関しても、触れられてないんですって。あ、そうなんで、しかも1月6日、3月28日、4月19日など諸説ありすぎてて確定させることができないと。へ、まあ、キリストの生まれた日ってなって、まあ、世間がなんかそういう感じでもみくちゃにしたらしいだそうです。まあいいや。なんで飯尾さんがまず単独で突き抜けましたね。よし、お金返して、お金返してもらいましょう。よしよしよし。飯尾さん一だって手数料取られるんですよ。買いに行っただいっつってやられて1本分プラスされるんですよ。ではいきます。第2問、メリークリスマスとは素敵なクリスマスをという意味である。マルかバッタ。メリークリスマス、じゃあ何でもゴーイングメリーゴー。素敵な旅。あ、こうやって直訳して意図的な。で、みんなが書いてるうちに俺は食うと。もうこれ一口食べよう。メリシャンメリー。あ、ほんまや、パウラーいいね。ごちそうさまでーす。そうやな、素敵なメリークリスマスを言ったことある？ない、ない。ではいきます。正解をどうぞ。マル。ドン。ワン。全員マル。正解です。あすー、あすー、あすー。ただメリーだけ取ると陽気なって意味に変わるんですよ。陽気な、はい、メリー山崎ってことやな。あ、なるほどな。大体みんなそうでしょ。縦線の陽性一番陽気でしょ。ヨーヨー、ほらほらほら、スケサンタクロースの格好で、まあ一旦いや、リアルサウンドやってました。営業中、営業中リアルサウンドでしょ。それで来んの方が俺来まへんかった。来なかったっすね。お前苦労持ってました、ね、来なかったっすね。いや、ちょっともう日付がちょっと変わってます。シビア、シビアシビアシビア。ではいきます。第3問、はい、メリークリスマスとはアメリカでは金庫の用語である。マルかバツか。と、はい、と金庫の用語で取る。いや、やめてください。何言ってるんですか。メリークリスマスです。ああ深夜会やって、まあ、今日のかなちゃんの放送中もそのコメント来ましたけど、うん、触れませんでしたけど、宮崎が好きや好きや。そう、実際そんなむちゃ好きなわけないのに、なんかめっちゃ好きな空気出てる。やめてください。あ、かなちゃん、あ、かなちゃん、かなちゃん今日誕生日、イエーイ、おめでとうございます。今日26。絶対見てない。絶対見てない。今頃シャンパンスポン行かれてるじゃないですか。あ、なんでこれ。あ、やってもらってる。そ、なに、どんどんこれわかんないです。生クリーム。後詳細を。では正解をどうぞ。バツ。バツ。わっ、全員バツや。うそ。正解は丸です。なんでや。メリークリスマスはアメリカでは禁句である。こちら、あの他の宗教を尊重するという。あ、逆に捉えてた、ミスった。あの、なら公の場ではハッピーホルデーって言ってるんですって。まあ、イスラム教の人とかいろんな宗教の方の前でメリークリスマス、あ、まあ、キリストを押しまくって何だって名ってなるんですね。うわ、間違えた。だから、あの多宗教の方にあのクリスマスカードを送るのも失礼だそうです。じゃあ、街はクリスマス商戦って言うやん。はい、あれクリスマス商戦って言って、あれ日本人が言ってたっけ。日本だけですね。あ、そうな、はい、日本人は経営戦略に巻き込まれています。ではいきます。外人めっちゃ走っていくやん。まあ、あのこっちに来ているからそういう文化に乗っかってるんじゃないですか。違う違う、こっちは走ってない、アメリカ人が走ってるやん。あ、向こうのクリスマス商戦ってハッピーホリデーっつって。あ、おめえ、まあ、ハッピーホリデーっつって。ではいきます。第4問、サンタクロースが赤と白になったのはアメリカで大規模なクリスマスイベントを行った際にサンタ役の人がたまたま着用した服の色が世界中に広まったの。ちょっと勘弁するけどそんな日です。マルカマスカ。サンタクロースが赤と白になったのはアメリカで大規模なクリスマスイベントを行った際にサンタ役の人が着用した服の色が世界中に広まったからである。メリークリスマス、やっと入れた、ありがとうございます。そのままゆっくりよろしくお願いします。ケーキ食って持ってますよ。ケーキ食ってるやん。なんか白いのモグモグしてたのから映像に残るんです。映像に。ではいきます。正解の方どうぞ。これコカコーラちゃうかった。おやったん。丸バツ丸バツ丸。サンタ役の人が着用した服の色が世界中に広まったからである。バツです。おっしゃ。これそうなんです、コカ・コーラの広告戦略です。やろやろ。じゃあ合ってるやん。いや違いますよ、サンタ役の人が着用した服の色が世界中に広まった丸かバツか。イベントを売ったのコカ・コーラじゃないの。このイベントは日本で行われる。やばいやん、自分言いましょう、言い方ちゃいますよ。ちゃいますよ。知ってたもんだって。コカ・コーラの戦略って言うっすやん。これはアメリカで大規模なクリスマスイベントを行った際に。プロや、いやいや、履き違えさせるような文章を作りやがって。いや、日野さん子たち知ってたのにさ。あれ
と思って。あれじゃねえ。だからだって触れたらね、僕が坊主になっちゃう。あれじゃねえ。あれじゃねえ。大丈夫。先の俺の。はい。あれ？って見ちゃう。俺？大丈夫。はい。空飛ぶソリを引くトナカイは9匹いる。丸かます。え、どういうこと？なんで9匹？どういうこと？2匹ぐらいじゃん。9匹で引っ張っていくってこと？そうです。これが9匹なのか。実は8匹とか。それが実際どうなのか。婦人会いてる、婦人会いてる。三四三。一匹じゃん。一匹じゃ無理か。少なかったよ。なんで9匹？10円、絶対。見て。釣りや。そこ？なんかちゃうねん。そこ？なんかちゃうねん。だって、9円やったら。あ、ちゃうねん、ちゃうねん。ここ、ないねん。紐。え、こう行くってことお前。いや、どうだよ。4匹、4匹前でってこと一応やろ、ローさん。そう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 。そういうことや。では、行きます。正解はどうぞ。丸。バツでしょ。バツ来てる。丸ちゃん、小谷、立石さん、飯尾さん、バツ、日野さん、丸。正解は、丸です。はい。じゃあ、日野さん、どういう、どういう布陣だ。あのね、9匹目の先、あいつは、その、伊藤さんいつみたいに、紐繋がってないんですよ。ほら、先導役で一人いるんですよ。そいつがルドルフっていうやつらしいです。ルドルフ。じゃあ、ルドルフは、この、10匹の布陣に入らずに引く。ちなみに、8匹ですね。8匹です。8匹が引っ張ってて、プラス1ってことそうです。1匹がプラス先導役なんですで。これが赤い反応と仲いいんで、一番有名なルドルフらしいです。へぇー。なんですって。あの、真っ赤のお花のトナカイさんが。ルドルフだけなほんだら名前ついてるんですか、うん、全員ついてますえ8匹全員すみませんそこは知らないですえそこは知らないですって言いながら日野さん小谷さん小谷さんってことでしゃー第3問これ今現在トップまた行きますよなんと今回元立石さんが見てる70人見てんのすげえどうしたクリスマス商戦どうしたあれじゃあ寂しますねとかいっぱいいるんじゃないですかなるほどでは行きます第6問奥でウルトラソウル立てるからいたことはまあよしとしてクリスマスケーキを食べる習慣は日本発祥である丸かバツかクリスマスケーキ、はい、食べる瞬間クリスマスにケーキを食べる習慣は日本発祥である丸かバツかこのケーキは一体どこ発祥のものなのかということですクリスマスケーキさあ高さ高さ高い衛生問題衛生問題ちょっと下がっておっぱいっぽい。ああ、わかる。伝わるそれ。わかる。その気持ちなんやめてください。まるちゃん、まるちゃんが見てるからって。まるちゃんが見てる願いやから。わかった。ミント、いちごのてっぺんおっぱいみたいな。やめてください。みなみのクリスマス見られすぎでしょ。服装からなんから。嫁に教えよう。くらみますか触ってみっつってお前のみたいだアホちゃんって言われてこれはもうそれでクリスマス答えてください正解はどうぞマレどうマレマレおマレ風鈴丸正解ですはいよくやっちゃうもんなそうなんですみんなすごいなこれ意外と間違うかなとこれ実は1920年頃に富士屋あのケーキのああはい富士屋のあのいやなんかバカにしてるやんペコちゃん思いっきりディスってるあ違うほらみんな駆け回ってるやんそれはスローモーションでストレート入れるんだよ一緒っすよ一緒一緒やめてくださいよでも富士屋の富士屋ケーキが行ったこの戦略だったんですけどそれが広がったらしいでも富士屋大丈夫な一回ほら問題起きた後どうなってるんだよなんかあったよでも食品偽装かなんかあれだったよねあったな偽装が多いよろしくないでもまあまあ大丈夫なんじゃないですかその時ストローヘロちゃん右ストローやったら大丈夫だよバカ世間から右ストローだよリコちゃんそんなドスカレルキャラでしたっけでは行きます第7問アメリカにはクリスマスの記念切手が販売されている丸かバツか矛盾してないのこれそうやんなよしそっかポンそっかヒョップドッグした下落ちてますかカランカランあったあったあったポンな普通に考えたら10分までの終わらせてコーラ発表したいですね2、3問目のやつとせーのドン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 パー小谷以外全員が裏読んできたな裏読んできたな正解丸ですうわーうわー1962年に記念切手が発売されてものすごい人気やったんですおかしないでもよう考えたらさ今回のゲームってベベならんかったらいいよそうそうそうコーラもらえるからそうですねベベならんかった今誰なコーラ
俺タテイさんです。おー、はるちゃんが一問差。うわ、初めてタテイさんが出してくれた。ジオさんが一問差ですよ。なにえらいことですよ。こっからまたコーナー出品しなあかん可能性がありますよ。ではいきます。はい、第8問。サンタクロースの元になったのは聖ニコラスという、聖である、聖なるの聖ね、聖ニコラスというギリシャの聖人である。マルタバツか。ニコラス聖人か。ニコラス聖人、マルタ聖人みたいな。実はカーネル・サンダースとかじゃない。いや、あれは絶対その後でしょ。ほんま？お、みんな自信を持って書いてくれてますか？全然自信ない。実はカーネル・サンダースでした。福士さんは全然自信ない。道頓堀川に。あ、めっちゃ最悪。俺とバルメが一緒なんか今。で、それ以上が一個下なんか。そうです。ここで突き放せるか話せないか。では、いきます。正解はどうぞ。正にこらそう。×。おっ、聞いたことあるな、思って。おここ丸丸、俺と丸目が正解したタテイさんが一歩下がった。終わりやな。やバツです。はい、やったー。聞いたー。俺たちだった。トルコ人だそうです。やばい、ヨットフライズやばいわ。タテイさんさすが並んだよ。残り2問ですよ。残り2問ですよ。ちょいちょいケーキ食い進めてる。ではいきます。第9問。イギリスでは伝統的にサンタクロースのイメージカラーは緑だった。丸か×か。イギリスの国旗で全然違います。緑入ってない。そうですね。ここあ、紫と白と赤ですね。なるほどな。さあ98人、すげえ。でもコメント読む。どうなってる。コカ・コーラライトが出たのも俺このせいちゃうかな。100人いってる。なんでなんで。クリスマスすげえでしょ。みんな暇なの。やばいやん。俺たちも暇だよ。やばいよ。正解はどうぞ。なーい。お、分かれた。そっか、分かれた。あ、これで俺が正解すれば正解丸です。よっしゃー。なんと、せっかくのレースがいつも通りの展開になりそうです。なりそうです。なんや。ではラスト、これを俺ラスト1問もう負けへんやん。ラスト1問です。はい、ラスト1問。まあ、ちなみにこれ、マルちゃんが勝ったら、マルちゃんが勝ったら、マルちゃんが点取って、タテイさんとイヨさんも点取ってもうたら、じゃあ点取らへんかったら同点になるんですよ。じゃんけんしなあかんから、2ポイントやります？ 2 ポイント。マルちゃんが、ラスト2ポイント。できるかできないか。俺は全然いいよ、別に。まあ、会議グループお二人のじゃんけん、まあ、揃った場合の時を考えてじゃんけんするのか、逆転の時も考えて、じゃんけんしよう。じゃんけんしますか。じゃんけんしますか。勝てる方を選びましたね。心理戦で勝てる方を選びましたね。ではいきます。第10問。クリスマスは恋人と過ごすという風潮は日本だけではない。日本だけではない。これも引っ掛け問題。丸か×か。日本だけではない。日本以外でも恋人と過ごす 風潮が流れているのかいないのか。日本だけではない、中では。そんなん全世界知ってんの逆にな。いや、でも統計的なところでこんなんで。じゃあ日本以外の一つの国でもその恋人と過ごしてたらあれってこと。いや、まあそこまで拾い上げれてないですよ。全体の風潮ですから。絶対韓国の人は日本と似てる。そもそも日本もそうなん。日本もクリスマスは女とおらなあかんみたいな。もう風潮で。お前そうやな。この風潮で。そもそもそこじゃん。もう一回言うて。もう一回言うて、クリスマスは恋人と過ごす日という風潮は日本だけではない。ラブホーナウってことだろ。それ日本だけですね、それ。ラブホーナウはない。ではいきます。正解どうぞ。はい、じゃん。お、分かれた。タテイさん×、ヒノさん×、コタニ×。やっぱ俺が丸。やっぱ並ぶ。やっぱ並ぶ。やばい、並ぶ。正解×です。はい、ということはですよ、タテイさん、ヒノさん、コタニ、ってことは同じ間違いしたんで、あ、大丈夫です。結果発表。ちなみにあの日本だけだそうですよ、恋人と過ごす風潮は。全世界大体はもう家族で過ごすという、まあ、日本でいう、うん、元旦とかっていうぐらいの地図なんですって。バレンタインとかほら韓国人とかやったら一緒やんか、うん、中国とか。韓国はまあね、あのキリスト教も多いじゃないですか。あ、
そうか。そうです。そうやそうや。そういうことも考えると、多いキリスト教。その辺の教会で結構はい、キリストは韓国系が多い。そうなの。島直ちもそうやで。そうですそうです。ええー。実はまあいろんな宗教がまし合ってましたいやできねえなんか。一すくいしょ。一すくいさせていただきましょう。コーラ。走ってきて。あコーラ走って。ではまるちゃん罰ゲームということで1020円お支払いプラスコカコーラ。俺コーラ飲めないんでコーヒーでいいです。俺いらんわ俺問題しんか俺いらんわシャーラシー1の3つあげるわではケーキの俺いつもいいか何も4本まるちゃんが飲むなら5本ですまはい今ガチで買いに行きましたよガチで買いに行きましたよコーラなんかかわいそうチキンじゃんけんやりましたチキンじゃんけんはやらずに今回のゲームにかけさせてもらいましたまるちゃん負けましたなんか結局最後までまるちゃんでしたねいただきます年内最後のまるちゃんやなっていうか丸めの数字表をつけてあげたいな、うん、そうっすね結局なんぼ使おうたんかああなあまあでもなお前家帰って今日1から全部見直せや1からないそんな1からないそんな大変ないでも俺も2連チャンで握りいってるからなただ7割負けてますよあの人俺もだなんだかんだ最初まあまあそれなりに山ちゃんってことは4、5000は全部使ってるからあ結構早い段階で和を買ってましたもんねタテイさんがちょいちょい後ろでファイティングポーズで何やったんですかタテイさんだって1回も1位は、ね、じゃあ逆に誰が多い1位いやまあ、逆に賞をもらってる人ですかうんまあ誰多いんやろでも体感では僕飯尾さんとって日野さんが多いイメージあるんですけどねうん、日野さんかタテイさんかなっていう、うん、俺最初だけやんな飯尾さんでも何だかんだでギリこうなんか抜けてるか商品がなうん何個券買っとって1位落としましょうよ猫いいか俺、うん、ああそう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 ハリセンのとか時は、うん、あはい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 、ね、そういう時だけやなんで実際は俺今年一回もペンペンなくないってことはいすごい来年も終わりですかこれ今日で終わりですからねうんもう来年からないから、はい、年内の放送は最終回やからこれ最終回やりますよやりますよもう一応来年の1月5日の火曜日から放送予定組んであります視力検査のボケをした立石さん無視されるやってた全然知らんかったやってた言ってや立石さんスプーンで視力検査やってましたうんそうそういやもうちょいこうただマジで後ろで結構見とったら多分いろいろやってるこれうまいなうまい、まあ、うまいなこのままマルちゃんがイチゴだけを食うことになりますねここだけ残しちゃったらあこれ取ってそれマルちゃんのスプーンはマルちゃんのスプーンはどこですか一口大にしてあげるこれマルちゃんいただきますまっなんか綺麗に乗せられるのこれああなるほどな、うん、一口手と手のなんか部屋の頂上みたいなんかこれこうやってなんか今小学生の工作みたいなの始まってるまた前列が見てない時いやほんまそれですよタティさんは大体後ろに何かしてる時は僕らこれマルちゃんケーキマルケーキーちっちゃさブーンガムぶつけたスパンスパン何しろ機械さすがにかわいそうあいつなほんまに怒るやろほんまに怒りますジョーダスめっちゃ出たよ拗ねてるかな知ってましたこれの1位日野さんっすよ日野さんいっちゃうよいいよ全然いいよほんますか食べて食べていやもう優しいね。タテイさんもね、寿司もらっても大体シェアしてますからね。処理しとくわ。まあ大体シェアしろよ、皆さん飯尾さんこれ処理してる。処理してる。いやでも何してんすかなんでそれちょいちょい来年はちょっとどうすんの来年ちょっと変わった感じでやっていかないだってやっぱ変化を変えていこう。なるほどね。まあまずやってみたら。総集編、一回。まあ、何するんですか、でも一人で。知らないの ?30 分喋りですかここでこう、漫談してる。やりましょう。お前できることないです。なんか言ってみて今だ。え今じゃ30分で5分ですよ。5分ですよ。何走るんですか。何話すんですか。冷たいなみんな。なんで同じスタッフ何で同じ定してるんですか。コーナー変えたいけどなちょっと。お。あーゲームの日とか。俺いただいてみましょう。もっと盛り上げれる自信ある。お。まあでもこの前実はいただいてみましたが過去最高の視聴人数。言ってたな。40人突破。もうらしいよ。グループから出てるね。すごいじゃん俺。いやでも今日ねいや女子出てたね今日ねあ女子出てたよ今日僕ねタイトルの方にもセクシーギャルって言ってたんで多分このタイトルが引っ張れたんじゃないかなセクシーギャル、セルセルおー見たありがとうございます君の応援したらめちゃくちゃ早いさあ頑張るよ頑張るよ頑張るよコーラで乾杯しよう大丈夫これ振ってるやつとかなシュッパーみたいな外れみたいなシュッパーやってんじゃねえかやってんじゃねえかあーそう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 頑張りましょう乾杯メリークリスマース。
で1020円お支払いされるということで、合計何ぼですか？何ぼだった？これ何ぼやった？1600。ケーキは1500円。3100円とチーンが1000円ぐらいは今日だけで3000円近い出費をされている。これ詳しく、ま、まるちゃんちょうど丸ケーキー、ケーキ1号なんで、ちょうどあーし、へいや絶対落ちたんとか、絶対落ちたんとか、絶対落ちたんとか、今見た、今見た、こうやってやりすぎて後ろで頭落ちてる。山崎さんコーラ飲めない。はい飲めません。はい飲めません。コーヒーいただきました。なんで上がんの八尾の人。そのじゃあ八尾の自販機コーラ全然売れない。違いますよ違いますよ。炭酸がダメなんですよ僕。炭酸がダメ。炭酸ダメ。ビール売ってるよいつも。いやあれぐらいやったらいけるんですよ。あきついってこと。そうなんですよ。サイダーとかコーラ。あほんならあれはオレンジ、オレンジーナ、オレンジ、オレンジ、オレンジーナはまだ手つけてないです。基本的に炭酸には手つけないですよね。ビールも1杯分はいけるんですけど、もう2杯目ぐらいからはしんどいです。1杯分やっぱこれで、あれやな、なんだっけ、チャンプロード、チャンプロードはこれです。チャンプロードはこれです。なヤンキーってなんでこれやるの。これやらないですよ。これはちょっと飛ばせたら引っ込んでないから。ちゃうねん、ちゃうねん、俺な。あ、でもなんか何人かのポーズこれやってる、これで下出しみたいな。なんか俺連れの結婚式みたいな、結婚式でもこれやってたんやけど。グワなんだこれ、グワシやったの。え、グワシこれでしょ。そんなこんなちゃいました。こんなややこしいよな。え、なんかこれでも多い、最近多いですね。なんなんこれ、わかんないです。どういう意味があるこれに。わかんないです。どういう意味合いなの。いや、ハマってるけど。じゃあ全員切るでしょ。なんかこれ多いですね、最近で。誰もほぼ似合わんでしょ。どういう意味なのかな、全然わからん。なんかまあまあ、誰かがやり始めて流行ったんじゃないですか。コメント何もギャンバーいっぱい増えたで。ウィッシュ、ウィッシュ、あ、ウィッシュな、ウィッシュ。え、ほんま。あ、でも確かに定番にはこれですよ。ウィッシュの片手なんか。ウィッシュ、なるほどね。言われてみればシャンパンってコメント来てる。やめとけ、パンパン。というわけでね、あのクリスマス何したんお前。いや、何もしないですよ、仕事しません。何したんですか。休みやったんじゃん、クリスマス。休みでしょ。何したん。仕事なし。仕事です。休みやったよ。え、休み何。僕23日。休みです。立てたん。立てたらもう20出勤。20休んだら暇さんだけです。おいおい。やばいや、暇さんのクリスマス。俺は毎年恒例やね、ケンタッキー行って家でゆっくりするっていうのは毎年恒例や、ほんまに。めっちゃ悪いかもしれない。マジやから。クリスピー、クリスピー。こんなん言うてますけど、オリジナルチキン売り切れ。こんなん言うてますけど、イヨさん休みやったから。知ってるわ。知ってるわ。朝仕事しやからね。もあ、まあまあね、朝仕事して晩、嫁をわざわざ岸和田に迎えに行って、うん、マジで。めっちゃ遠かったよ。伊予さん走行距離すごいっすね、免許取ってから。せやな、ガンガン走ってる。地球一周できんじゃろうか。そんなに行きます。そんな乗ってましたっけ。すごいな。自分の車乗ってあがんわ。やっぱ何ですか、買ってあがん。すぐガタくるんじゃん。いやー、まあまあね、いろいろガタくる来ないはありますけど。テルはクリスマスイブにね、うちのバイト。まあ73テルでしょうね。まあ、セル青信号だってことは全部車対人、車と車です。車、あいつ右折待っちゃったんです。車、あ、で正面車やった。そうです、そうです。だから右折が負けんねんな。そうです。まあまあ正面から普通に来てる、これが自差信号でテルが右に出てるやつで曲がってきてるやつは信号無視になるんですけど、まあ青で来てるんで、まあでも向こうでよく考えたら来るはずない右折が来て、向こうも前方不注意とか言われて汚れ持ってかれるんですよ。なな、考えられへんでしょ。まあ、1台目の車が来た時点で減速しとく。残り17秒で来年に向かってちょっと方向、じゃあ山崎さん代表で、来年の放送からはですね、まあ、女の子の方もしっかり出していきながら、全員が視聴人皆さん来年もしっかり見てください。さよなら。